北畠正教元那2年2月17日は、安土桃山時代から江戸時代初期の頃に活動したと目される人物。北畠家の一族というが、その実像や羊はよくわかっていない。北畠正教の破壊せの国史北畠家の一族。北畠具教の孫で、北畠具坊の子とする伝承が存在し、それによると、その生涯は以下の通りである。 陽名を、地位をまつまるという。祖父愚教一族が中殺され、父、愚房が、滝川一正に預けられて幽閉された時、家臣に連れられて脱出し、織田信長の追求から逃れたという。その後、本願寺を頼り、その降伏後は、津軽に赴いて、津軽ための部の客分となったという。しかしながら、現在これらの書伝は、北畠政教の子孫と主張する。 一部個人の主張の息を出ておらず、事実か否か極めて疑わしいものと言える。また、数野に残る伝承によれば、先生寺は北畠九神の井上先生が本願寺の弟子となり、開いた寺である。先生は都に隠れ住んでいた正教を保護した。正教は、折戸と改正し、死に望んで代々、折戸姓を名乗ること、他家に使えないことを遺言して亡くなったという。なお、 先生寺は森岡藩領にあった。現在和ズ市氏と和田大湯浅城折戸には北畑政教のものと伝えられる墓が現存する。太い大きな松の木がある古墳である。この古墳の南側には折戸の住人の墓があり、その墓の中ほどに大きな山桜の跡があり、その木は津田豪木桜と呼ばれていた。伊勢国から政京を慕ってついてきた津田姫という姫が死んだ後、 墓の印に植えられたものと言われている。北畑正京の墓は三個と六角を結ぶ、唯一の通路であった三個数の街道の脇にある。大島峠から峠道を折り平地に差し掛かる場所に、北畑正京の墓がある。子孫と称する一族として、ありまし、折と市がある。とあら八万体観光物産協会をリドの北畑伝説。ありがとうございます。